スティーブン・レシャルレス・ランドルフは、アメリカ合衆国の元プロ野球選手。沖縄県中上郡カデナ町生まれ。父が、アメリカ空軍の軍人で、沖縄県中上郡カデナ町のカデナ基地に所属していたため、同基地内の病院で出生。1歳まで沖縄で過ごし、その後一家でアメリカ本国に帰国した。1995年、 テキサス大学オースティン校からニューヨークヤンキースに MLB ドラフト18巡目で指名され契約。1998年ルール5ドラフトでアリゾナダイヤモンドバックスに移籍した。2003年に開幕ロースター入りを果たしメジャー初昇格。同年は中継ぎでシーズン8勝を挙げた。2005年からしばらくは マイナーリーグのチームを転々とした。2007年にヒューストン・アストロズでメジャー最小格。しかし結果を残せず再びマイナー行きとなった。カンザスシティ・ロイヤルズ参加のサンエ a オマハに在籍していた2009年7月、横浜ベイスターズと契約し来日した。背番号は68。なお、2007年に公表されたミッチェルレポートにおいて、 薬物を使用した、もしくは疑いのある選手としてランドルフが、リスト入りしている。横浜のチーム運営統括を務める村上忠則は、このことについては、本人は否定しているし、メディカルチェックでも問題なかった。ドーピング検査で引っかかった場合には、契約を解除できる条項もあるとコメントしている。 8月9日の2軍の対フューチャーズ戦での登板を経て、8月16日に1軍に合流。同日の対広島17回戦で来日初、先発し、7回途中まで12奪三振の高騰を見せたが、中継人が打たれ、敗戦投手となった。この試合の2回裏には、外国人投手としては、史上初の初登板発打席発本塁打を記録している。 9月5日の対中日19回戦では、本来ランドルフが先発予定だったが、先発投手のメンバー表に、マネージャーが間違って、ライアングリーンの名を書くトラブルが発生。投手は一人の打者との対戦を完了するまでは、交代できないため、グリーンが1アウトを取った後で投板し、残る8回に3を、毎回の15奪三振で無失点に抑え、勝利投手となった。 一試合15奪三振は日本プロ野球史上外国人選手としての最多対記録、リリーフ登板した投手としては最多記録で、球団史上でも遠藤和彦と並んで最多タセリーグ記録にもあと一に迫るものとなった。また、リリーフの毎回奪三振は史上初であった。 その後も先発ローテーション投手として、好投を続け、最終投板となった10月2日の大巨人戦では、昇進正明正の完封勝利を達成した。最終的に8試合に投板して5勝2敗防御率1.96の好成績を収めた。契約条項に、日本の他球団とは契約できないというオプションがあり、 2010年1月18日に球団から年俸5000万円出来高で契約公開したことが発表された。横浜ベイスターズ時代2010年、三浦大輔のオープン戦での不調を受け、3月26日の大阪神戦で開幕投手を務めた。外国人投手による開幕投手は太陽ホエールズ時代を含めて球団史上初だったが敗戦投手となった。 その後も勝てない試合が続き、5月15日の対、西部戦で左脇腹を痛め、二軍落ちとなった。6月24日の対中日戦で6回1、失点でシーズン初勝利を挙げたものの、不調のため8月5日に再び二軍落ちした。その後は、再昇格することなく、2勝9敗。 防御率4.25の成績を残して10月2日にアメリカに帰国し、11月16日に退団した。2011年は無所属の状態だったが、4月に入り、東日本大震災の影響で帰国し再来日の、目処が立たないブレントリーチに代わる、外国人投手を探していた古巣、横浜のトライアウトに参加。 その後も練習に参加し続け、25日に球団から再獲得が発表、5月24日に入団会見が行われた。背番号はき番になっていた68を再び着用。しかし、2軍戦での結果がかんばしいものではなかったことから、わずか1ヶ月後の6月28日に解雇、ウェーバー公示された。川本明、取締役は、 一軍レベルではないと判断したと理由を説明した。189センチメートルの長身から放たれる時速140キロメートル台、後半のキレのある直球に、スライダー、チェンジアップのコンビネーションが武器。脱三振が多い反面、死球も非常に多く、メジャーでの予支球率が7.9であった。日本では、中日ドラゴンズとの相性が良く、 NPB で挙げた7勝のうち5勝が中日からの勝ち星であった。ありがとうございます。